はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチ4やっていきます。よろしくお願いします。今クエストをやっております。やってるクエスト名がこれだね。王たちの光と闇です。闇閻魔をゲットするためのクエストですね。なかなか出なかったんだけども、攻略サイトなどを見てやり方がわかりました。あれだね、閻魔とカイラ、そしてフーちゃん、ライちゃんと、フクロウ、それを全部仲間にすると、クエストが発生するみたいです。ではやっていきましょう。あ、カイラ発見しました。何してるんだったっけ。なんか修行してるみたいな感じだった気はするけども、どうした。闇カイラになってるじゃん。あれ？エンマと合体して闇、あの闇エンマになるよね。まあ、とりあえず倒しましょう。まあ大して強くはないと思うけどね。あ、でもクエストのレベルは100か。ああ。おお。やっぱそれなりのダメージは。出るけども、でもこいつぶっ飛んだりするんで大丈夫。うん、ダウンするならば、まあ、やりやすいよ。あぶねえ。あ、でも一撃結構重いぞ。一撃は結構重め。よっしゃ。でも回復を取りながらやればいけるっしょ。 OK、 回復を取りながらね。やばいやばい、危ねえ。おー、でイベントが挟まれるのか。きついな、そんな。あ、エンマ登場。これで終わり？二人に分かれた。あ、で、これで、あれか。おい。闇閻魔になったりする？なめるな。閻魔。フュージョンするんだ。はいはいはい。そうだったね。そうだったね。こんな感じだったわ。OK。で、これで、闇カイラーを倒して、で、1日1回戦闘して仲間になるかどうか、そういうやつだな。まあ、とりあえず倒しましょう。あ、闇閻魔が、パーティーに入ってくれてるんだ。 OK、まあ、さっきよりも楽に戦うことはできるでしょう。じゃあ俺も覚醒閻魔になっていきましょう。違うな、食らってるじゃん。あー、でも闇閻魔が食らってるんで大丈夫。神の刃、いいね。神の刃は本当にいいダメージを出してくれる。よし、当たるか。当たったね、当たったね。900ちょっとダメージだった。はいはい、まあ、ダメージは結構受けるには受けるけども、もう少し回復しながらやっていけばいけるでしょう。ふみちゃんやばいぞ。もう少し、かなりしぶといね、こいつは。めちゃくちゃしぶとかった。3分ぐらいかかりました。で、とりあえず勝利で1日1回勝負ができるようになるかな。出た、ここか。閻魔宮殿にいるから挑戦したくなったらいつでも来い。なるほど、未来の閻魔宮殿でしたね。ここで話して、1日1回
戦闘ができるっていうことだね。でもセーブしてリセマラすれば確実に仲間にできるので、ちょっとリセマラして仲間にしたいと思います。実際強いよね。そんな簡単に倒せるやつではないよな。これ時間かかるな多分。HP 高っけ。でこれで何度かやれば多分なんか、そうか、なんかコメントで50回以上戦ったっていう人もいたな。それちょっと勘弁してほしいな。50回はちょっと長いよ。できれば2、3回で仲間になってほしい。やっぱり2分ぐらいはかかるな倒すのに。終わりか。なかなかしんどい。これをね50回繰り返すとかになると相当つらいぞ。さあ一発目はどうでしょうか。まあ一発っていうことはないとは思うんだけどね。どうだ、一発で頼む。どうだ。あ、違う、ダメだ。これ何度かやり直します。ダメだ、もうなんだこれ本当に。いやー仲間にならない、ならん。これはもう多分ね40回戦ったのよ。40回、2時間ちょっとやってるので、まあ、1時間20回として40回ぐらいだね。ならん本当に。これやっぱり50、60回、いやもしくは100回ぐらい戦うような気持ちでやらないとダメなんだろうな。いやこれオフラインなんだからさ、オンラインと違うんだから、もうちょっと確率上げてくれてよくないかい。ひどいわこれ。ちょっと日をまたいで、あの日を改めてねやります。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。